時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふー、マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、キャラメルコーンモンブラージー。秋の味覚を使ったお菓子が続々と登場していますが、東ハトのキャラメルコーンから秋季限定フレーバーとして期間限定発売されているのがこちら、キャラメルコーンモンブラージー。おなじみのふんわりとサクサクとしたキャラメルコーンにシロップの中に栗風味ペーストを配合、生クリームを加えたことでまろやかでコク深い味わいに仕上がっているとのことです。パッケージも秋らしいモンブラン色になっていますよ。では今日のおやつ、東ハトのキャラメルコーンモンブラン味、いただきます。いやー、もう最近コンビニに行くとこうモンブラン味とか芋系が増えてきましたよね。秋ですね。かわいいな。これな、キャラメルコーン、このキャラクター名前あるのかな。ね、かわいいですよね。表現できないですけど子供が好きそうな、なんかあの電車とかの顔にありそうな感じ多分。めっちゃ秋の香り、いいですね。秋感じちゃってますよ。ではいただきます。見た目は普通のキャラメルコーン。うん、うわ、すごいね。これなんかこの大きさからとは思えないようなクリクリ感、すごい。うん、めっちゃ秋、秋満開、口の中すごいパンチがありますね。おいしい。甘い、めっちゃ甘いね。牛乳飲みたくなっちゃうかもしれないなんかあのキャラメルコーンって口の中で溶かす派ですか皆さん。あ、溶かしますか。なんだろう、なんか最近ディレクターさんとなんかすっごい意見合う気がして、うん、そうですね、複雑な気持ちですでもあのすごく大きいじゃない、おいしいですぜひ皆さんも食べてみてください。なんかパッケージもね可愛いので写真とか撮るといいかもしれません。マンスタイム、今日は東ハトのキャラメルコーンモンブラン味いただきました。またこの動画は ZIPFM の YouTube チャンネルにアップしますのでぜひご覧ください。 ZIPFM 77.8